ばんは。こん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 ばんは。ちょっと。星ありがとう。ハートもありがとう。最初に星を送ってくれた方もありがとう。そうだよ、ツインテール。こんばんは。めっちゃかわいい。ありがとう。かわいいですか？そう、今日はね、うねうねなの。ちょっとツインテールうねうねにしてみた。ハートありがとう。結婚して、ハヤのこと一番好きならいいよ。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。好きになりそう。好きになって。星ありがとう。ポンデリングみたい。ジューありがとう。結婚してありがとう。一番好きですか？ハートありがとう。こんばんは。こんばん。こんばんは。可愛いでしょこれ。下はね、ショートパンツですよ。ただいま帰りました。お帰りなさい。生足ありがとうございます。特別ですよ。ん、体調優れないの？大丈夫？大丈夫ですか？こんばんは。あら、ありがとう。元気出た？よかった。ん、ハゾウもありがとう。お、クマちゃんありがとね。茶色のロングスカート似合いそうですか？今度履こうかな。ハートありがとう。キュルキュルしてる。ハートありがとう。こんばんは。ハートありがとうね。お、アメちゃんもありがとう。ハートありがとう。そう、花ファッション。ハートありがとう。お茶ありがとう。ハートありがとう。ジュウありがとう。ハートありがとう。こんばんは。可愛い系の洋服に合いますか？プニプニ、あ、こうやってね。ハートありがとう。可愛い帽子はベレー帽ですよ。えね、今日はなんか画家さんみたいだよね。生足ですよ。ハートありがとう。ジュありがとう。脳が少し痛いの？大丈夫？安静にして、安静に。早寝して。秋っぽいでしょ。今日は全然見に行ってないですよ、他の子の配信。星ありがとう。え、蹴ってくれるんですか？蹴られたいの？生足をもう一度。嫌です、さっきが特別だったので。元が可愛いか、可愛い洋服似合いますか？ありがとう。プニプニはダメです。音符ありがとうございます。仕事終わりには危険な可愛さ。そう、危険かなね。ツインテールにベレー帽ね、私も好きなんだよね。知らん。星ありがとう。こんばんは。バラありがとう。ガークだったりする。え、どうだろう。え、絵が上手かどうかってことだよね。
わかんない。どうだろう。え、書いてみる今日。お風呂入ってないですよ。これ見せたかったから。生足です。ハートありがとう。お絵描きしますか？ハートありがとう。音符ありがとう。今日新しいベレー帽重いこと届いた。これ。こんばんは。音符ありがとう。寝ちゃってた。お疲れだもんね。ベレー帽かわいいですか？バラありがとう。二度目の方もありがとうございます。お絵描きする？スケブあるけど。全部でベレー帽は2個しかないよ。似合いますか？帽子はね、好き割と。ハートありがとう。トレーニングはそんな食べない。お絵かきする？よし、わかった。今日はお絵かきにしよう。ありがとう、似合うって言ってくれていっぱい。三つ編みか悩んだんだよね。三つ編みかツインテールか。三つ編みも可愛いもんね。生足チャンスはもうないですよ。今度なんか友達と紅葉を見に行く約束してて、その時ベレー帽をかぶろうかなって思ってるから、その日も配信するわ。アイルタン、アイルくんか。しょっぱなからお題むずくない？はい、ちょっとお絵かきしようと思うんだけど、何を描けばいいと思う？ハートありがとう。そう、大学のお友達。なになに、サータン。ハートありがとう。アイルくん、尊いですか？自画像？うん、ちょっと簡単のがいいんですよ。こんばんは。こんばんはですね。ちょっと簡単なのにしよう。こんばんは。ドラえもん、あ、書いて当てる系いいよ。ん、銃ありがとう。2度目の訪問もありがとうございます。スヌーピー、あ、わかった。じゃあエシリトリにする。エシリトリ、スヌーピー、ドラえもん。あ、メール来た？よかった。違う。初見じゃないですよね、絶対に。サラだよね。あ、どうもありがとう。銃ありがとう。え、そんなことないよ。花ね、意外と絵描けるんだよ。モンガとかわかんないんだけど。全身見た？え、ドラえもん描く？ドラえもんでじゃあ画伯かどうかとりあえず判断して。まるかいてちょん、まるかいてちょん、そんな目に目が出て。
っともう一回帰ってもいい？ちょっともう一回、ちょっとちょもっと上手に書けるからちょっと待ってね。絶対もっと上手に書けるから。来た来た、これ来た、これえ、来たよ多分。多分口の向き間違えたんだ。来た来た。ドラえもん終わり。次は次違う、私は絵は割と描けるの、本当にちょっと待って、はい、次一緒とか言わないで。次です、次10ありがとう。え、チーカーとか描けないんだけど、サラ？サラ描けるよ。ちょっとちっちゃく描くね。もうちょっと。本当ね。待ってね。サラ。どう？こんばんは。サラは似てるっしょ。だるまありがとう。初見です、ありがとうございます。なんでなんでなんで、だってボブもだし目もだし、サラは可愛い、可愛く描けるよ。眉毛なしって言われたんだけど、眉毛描く、眉毛はサラはまっすぐなイメージある。はい、サラ、サラね。あ、12期描きますか。ハートありがとう、10もありがとう。
次誰？え、なんかさ難しくね、ちょっと待って、みやびちゃん、みやびちゃんってどんな髪型？あ、アーシャは耳かけか。なんかちょっと待ってね。なんか目がさ、ちょっとキモくなっちゃったんだけど、ちょっと待ってね、こういう感じ。なんかでしょ。じゃあ顔が一緒なのはさしょうがないじゃん。もうみやびちゃん、なんかみやびちゃんって顎こんな感じじゃない？いや二人とも目でかいから、ね、でもみんな目でかいから、ね、星ありがとう。眉毛ない眉毛ない眉毛ない割とみやびちゃんの眉毛はまっすぐって感じではないかな。目は一緒だ、目は一緒。わかるけど微妙、なんか微妙じゃない？ちょっと待って、え、でもね、ちょっと私ココミンは描きやすいかも。ちょっと待ってね、こういうこんな感じ。あ、ちょっとやらかしたわ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。なんかココミンの目はこういう風に見えてる、なんとなくわかる？ちょっと待って、ココミンって COCO だっけ。うわ、確かにゆあちゃんもこんな感じかも。あ、確かにゆあちゃんもココミンもこういう感じかもしれない。 COCOMI やばい、ゆあちゃんとココミンが難しいな書き換えが。あ、じゃあこれはゆあちゃん。
そうなんだよね。ココミンとユアちゃんって難しいかも。これはユアちゃんにしとく。じゃあこれはユアちゃんにしよう。帰ってから帰る。ごめんなさい。だってゆあちゃんの方が似てるって言われたもん。でも確かにゆあちゃんにも見えるんだって。そう、あのかきれなとかもこっち寄りの目のイメージ。すみません、内容変えちゃった。チート使った。チート。いやでもやっぱりココミンに見えるかもしれない、花的に。ちょっと次ココミン描くわ。やっぱこれココミンだと思う。ちょっとココミンに変える。でゆあちゃんを新しく描くわ。ゆあちゃんも耳かけだよね。でもゆあちゃんは私違う髪型の印象、もう一個違うやつがあるんだよね。ゆあちゃんって前髪さパッツンだっけ。アイドル前髪だっけ。パッツンか。なんかん、初訪問も二度目の訪問もありがとう。こんばんは。遊びに来てありがとうございます。こんばんは、初訪問ありがとう。ゆあちゃんは違う、前髪あのパッツンかこう分かれてるか。パッツンだな。パッツン、パッツンだね。ちょっと待ってね。ゆあちゃんは髪の毛長いんだよね。やらかしたかもしんないけど、ちょっとこういう感じでパッツン流し。あーなるほどね。パッツン、なんかこういうイメージあるんだよな。え、なんか難しい。ゆあちゃんは眉毛まっすぐ。待って、難しいんだけどこれ。しかももうちょっと目でかいかも。たんじゃねこれ。似てない？違う？じゃ一緒じゃないよ。あのなんかやーちゃんはこういうなんかまっすぐじゃなくてこういう
触覚のイメージなの、こういう微妙？嘘でしょ。違うよ。なんかこういう、こういう、ありがとうね。なんか、え、そうなの、そうなの。そのなんか、もうちょっと、そのなんかちょっと丸みを帯びてんだよね、目は一応。こういう感じ。わからないかな。わかって誰か。そうわかるでしょ。あ、書き入れ縄かけるよ。わかる？わかる？わかるでしょ。ねえ、わかって。次は？次は次は？誰か書いてみて。わかった。多分こんな感じだった気がする。ちょっと待ってね。誰だ？正解！あいかき中の節目かわいい。おじありがとう、ハンドもありがとう、おじありがとう、ハンドありがとう、おじありがとう、ハンドありがとう。そう、そう、そう、みんな正解！ココハ！おじありがとう、ハートありがとう、おじありがとう。これはココハンは分け目もだし、眉毛がこう下がり気味なのもだし、目をちょっと垂れ目っぽく、これはココハンです。ココハンは KOKO ですか？ KOKOHA？ COCOHA？カツオもありがとう、ハートありがとう。ココハン、ケオケオイチ。次は、科学式。あの何しかなんで何ですか？こんばんは。次はじゃあ、次は あ、そうなんだ。ココちゃんだけが C なんだね。ココちゃんか。
こちゃん両耳かけかな。あ、わかった。こういう感じでドル前髪だ。こういう感じかな。感じで、ここちゃんの前では結構こっち見たな。なんと目やっべ、失敗したかも。これはこういう感じ。ちょっと髪の毛細すぎるの。こういう感じ。ほくろか。ほくろここにあるんだっけ。え、わかんない。ちょっと待って、似てないですか。もしかして似てない。ほくろ、じゃあほくろを描いたらやばくなっちゃう。あ、似てないか。え、なんか私的にはココちゃんは顔がちっちゃいくて鼻が高いっていうイメージ。ハートありがとう。団子ありがとう。団子じゃない、だるま。なんかわかる？顔の輪郭がこういう感じで、多分特徴言ったら分かるんだって。顔の輪がこういう感じで、髪の毛も結構ストンって感じ。いや、お腹空いてないけど。首な、でも首難しい。そう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 、でそう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 、で鼻も高い。みんな鼻高いんだけど。そう、目が失敗したの。ちょっとおぐじじい、ありがとう。団子ありがとう。じじありがとう。なんかみんな似てないっていう感じ。でも結構似てない今まで。なんかごめんなさい。結構似てると思うんだけどな。じゅうありがとう。微妙か。次は、さえちゃんか。さえちゃん、なんかこれ細い方のペン出ないね。めちゃ不便だな。さえちゃん両耳だな。なんか輪郭がさ、みんなこういう感じだよね。ちょっと難しいよ。ちょっとこういう感じかな。で、前髪ドルというよりか
ゆうちゃん眉毛こんな感じかな。で、目むずいな。目が でも こっちかな。どう？似てないって言われるかな。こういう感じ。似てる？よっしゃ。似てるよね。なこういう感じだよね。もうちょっとこっちが長いかな。うん。うん。わかる？わかる？このココちゃんとさやちゃんの差、私が差をつけてる感じ。あわわわわわ、髪の毛の膨らみ具合ちょっと一発書きなのでえ、似てるよね。わかるよね。お、よかったよかったよかった。あとなんだろう、リスっぽくってむずくない？でも確かにリスっぽいはリスっぽいよね。あとなんだろう、次はさつきちゃん。多分こっちだったと思うな。多分こっちで、あ、今つけちゃん、なんかめっちゃ垂れ目なイメージあるね。
似てないかもこれは。ちょっとこれは似てないかも。さあ、口か。さあ、好きかな。ちょっと髪しか似てないかも。多分目がこれだったな。ちょっと似てないこれ。やば、似てないって思われた。ちょっと似てないよね。ちょっと似てないな。なんだろうな。でもなんか垂れ目なイメージあるんだけど。ちょっと花菜のルームですよ。あと3人。あと3人だけど、1、2、3、4、5、6、あと2人か。あと2人なので、かぎれなとみゆちゃん。いや、ちょっと自画像はちょっと自分の顔ね。自分の顔かきれなみつね。ちょっとどっちから描こう。え、自画像ネタなくらい可愛く描くけどいいの。みゆちゃん、こっち側の顔の形のイメージ。みゆちゃん耳どっちも描けてないよね。多分耳出てる。で、多分こういう感じで、うん、こういう感じのことかな。耳出てる。どっちも耳出てるって。どんな感じだろう。マジでもうこういう感じかな。ちょっと似てない。やば、あ、やっぱ耳出てないじゃん。でもこっちの目のイメージはあるな。ちょっと難しいな。
だか笑えるって言われたんだけど、どうどう、多分耳に出したのは見せたんだけど、わかる？ピンクしてめっちゃ唐突だね。はい、わかる？これ、あ、わかる？わかる？わかってくれる？よかった最後はかけれなだよ、かけれな、かけれなも片耳で、ちょっと耳出しすぎた。あ、ちょっとミスったよ、こんな。なんだろう、こういうイメージあるんだけど、なんか、なんだろうな、うわ、ちょっとやらかした。待って、似てない、似てなさすぎて、もう一回ちょっと書いてもいい？ちょっと本当に失敗、結構ガチで失敗ちょっともう一回、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 そうだな、そうだ、こういう感じ。目が白すぎる。レーナは R。 星ありがとう、ハートありがとう。 R だよね多分。はい、ちょっとこれは失敗。だるまありがとう。かきれなで似てるよね似てるよね。ね、似てるよね。あみちゃんありがとう。
似てるよね。ね、ちょっと失敗した。柿ルナは特徴は前髪ね、似てるよね。初めて似てるって思った。どういうこと。そうね、みゆちゃんちょっと隣に書き直すわ。あ、ちょっとやらかした。あ、結婚して、結婚しようか。ちょっとごめんね、めっちゃ一生懸命書いてたよね。ちょっとみゆちゃんさっきの方が似てたんだけど。え、ちょっと失敗したのはほら。こんな感じ。そうです。めっちゃ引くほど可愛く描いた自画像で締めますか。いいね、ありがとう。じゃあ今日の花を描くね。なんかあのこういう感じ、こういう、でこういう感じの、こういう感じで、回しながらね、ちょっとやらかしてるかも、ほんとに。花の目は、こんばんは。花の目って丸い。丸い。なんか面白くなっちゃった。耳。おもろ。
やばくない？でも花は丸い顔と鼻が結構特徴的だと思うのよ。そう。それなんか可愛すぎるね、ちょっと。可愛く描きすぎた。可愛い、ありがとう。意外と丸くない？本当？そう、帽子。エクボ？面白。ハードありがとう。ハードありがとう。似てる？まあでもさ、見て描けるから。いや、どっちが本物か分かりませんは嘘ですね。今日はちょっとベレー帽が画家っぽいから絵描いてみたよ。はい、星ありがとう。はい、今日はお絵かき配信でしたね。そうですよ、イラストレーターですよ私は。今日マジで可愛い？やったー、いっぱい写真撮ってください。なんでしょう、あと何ですかね。はい、ハートありがとう。はいはい、あ、イラストで感謝にする。上位さん、そうしますか。微妙に上手くて伝説にはならなかった。はい、私は伝説にはなりません。 A でレンズ目線。ドスコイポーズって知らないな。モデルさんじゃないです、アイドルです。いつもにまして可愛い花なんでした。よかったです。へー、ガッツポーズ。うん、自撮りたくさん撮っておくわ。で、送るわ。そうね、ぶりっ子全開ね。ぶりっ子全開ぶりっ子か。可愛すぎて大好き。イエーイ、花も大好き。スキー入ってくれてありがとう。こちらこそありがとうね。服何着持ってもわかんないですね。ガオーポーズ。はい。うん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 。虜になっちゃったかな、みんな。花束ありがとう。笑ってる花ちゃん見てると幸せ。よかった。結婚して花のこと一番好きなんですか？ベレー帽女子好きなので思わず立ち上ってしまいました。嬉しい。フォローはしてくれてますか？フォローしてくださいね。あとありがとう。
になっちゃったかい？ハートが白くなる、なんでですか？ふう。結婚して。一番。ダメダメです、フォローしてくださいね、お押さないでください。イエーイ。可愛いですか？SK に入っていなかったら何していたの？大学生。結婚しました、結婚しました。来世で結婚しような、今世でしようよ。なんで僕本当ですかってなっちゃうじゃん白くしないで、赤いままでいて。顔面国宝？そこまでじゃないよほら大学生だよ、今も大学生だよね。そしたら出会えなかったね。本当だね。出会えてよかったね。うん、いや普通に大学通ってますからね。今知ってますか？知らないでしょ、大学毎朝通ってるの。鼻かゆ大学1年生ですよ。鼻が鼻かゆい、あ、鼻が鼻かゆいって鼻かいた。両立頑張ります。きっと赤いと、赤いと。久々に鼻かゆいいただきました。恥ずかしいですね。学部は内緒です。細やかに応援してます、ありがとうございます。大学生花に出会っても気づかれない自信ある。こんばんは、かわいい。倒しになりました、知ってます。あの消してたから理系文系芸術系内緒です僕の鼻も描いてて意味わかんないさつきちゃんにダンス教えてるの？え、さつきちゃんが言ってた？単位は頑張ります。30歳まで できるかな。今日の弁当美味しそうだった？ママに感謝。おう、そうだよ、30年やってたらみんなついてきてくれるの？30年じゃない、30歳まで。お弁当足りてるよ。カラオケ昨日行ったよ。アイス食べてない。アイス食べてないよ。弁当ちっちゃくないよ、こんぐらい。アイス食べてないよ。みんな無理って言ってる。無理じゃないよ。
そうだ、今サイコさんだよ。アイスでも美味しい。そうね、アイスでも会えるね。アイス食べなくて3日目とか4日目とかどっちかな。え、食べてないよ、食べてないよ、かき氷も食べてないよ。うん、見たアイス画像。まあアイスはまた今度食べます。日曜日に食べます。食べてないです。フラペチーノはワンちゃん飲むかもしれない。明日とかスムージーは飲みました。ね、1週間続いたら本物だよね。ね、私本当に食べてないのにね。クリームソーダ飲んでない。そうじゃん、明日 AKB 新聞48タイムズに倉本花の記事が載りますよ。スタバーナ飲みたいんだよね、フラペチーノ。48タイムズに倉本花載りますよ。でもしかしたらあのみんなが出してる、みんなのが出てる宣伝の動画も出るかも。48タイムズをご覧の皆様って48タイムズ私ですよ、明日。48タイムズをご覧の皆様こんにちはってバーズビーナスね、どうなってるんだろうねね、いやちゃん動画も出てた。内定動画出ません。動画も出てた。あ、ボン、ボン、これってなん、ボン、ボム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 さんも明日です。ボム、ぜひ買ってね。あんまり可愛いかどうかわかんないけど。うん。水着じゃないですよ。グラビア？グラビア、そんな簡単にやれるものなんですか？ボム明日出るやつに12期研究生みんな出てます。だから写真写りあんまり良くないと思いますね。なんか足あんまりさあ可愛くないでしょ私あんまり可愛くないと思うんだよね。買ってね。こんばんは。今日も顔が強くて好きです。あれ、なんか久しぶりに見た気がしますね。ありがとう。足幼い。うわ、あ、そうじゃん、生写真もですよ。みんな生写真も、生写真もだよ。あれより実物が、うん、肌もね、そう思うんだ足あんまりね、うん、アクスタ作ってよかった、ありがとう。味の写りね、足とか生写真あんまり写りよくないと思うな。そうそう、星ありがとう。そうですよ、生写真注文してください。ぜひぜひね。なになになに、あ、じゃあ何の好き？さっきさったがみんな写りに何ですか？生写真買わないの？そっか、まあそうだよね。確かに配信はどう？今日は可愛いかも。
ね、アーシャね、うん、個別だけは申し込む、ありがとう。なにま自身買ったんですけど何ですか。こんばんは、今日も可愛いですか、ありがとう。今日も可愛い、可愛いでしょこの帽子、キノコみたいでしょ。うん、明日未完全 TV のあれだよね、あのさ、なんだっけ、スタッフ生配信みたいな。今日も好きでした、今日も可愛い、明日も可愛い、ありがとう。ホンデリングか、ちなみにいつも可愛いで、すいません、すいません。キノコ、アイルくん元気ですよ。バイビオ可愛いを更新してますか。嘘嘘、はい、キノコさんはいつも密着してくれてます。あ、うん、密着の時はキノコさん。いつも可愛いですか。イエーイ、みんな花のこと嫁だと思ってくれてるから。帽子は可愛さ3割増しなの。やったね、やった。画面の中の俺の夢も可愛い。私のことですか、別の人のことですか。どうもありがとうございます。どうしよう、もうそろ終わろうかな。これね、次の放送どんなんなんだろう。密着っていうのは知ってるけど、俺の夢と早く言いたい、もう言ってもいいですよ。妻ですか、ん、私一押しじゃないですよね。だからダメです、妻って言ったら。そうです、今日はご機嫌です。お絵かき楽しかった、よかったね、よかったねじゃない、よかった。めっちゃ一言になっちゃった。私服がどんどんおしゃれで可愛くなってる、ほんと、なんでって、何がご機嫌なのが。楽しかったです、楽しかったからです。そう、一押しじゃないと妻って言っちゃダメです。メイド服は3割は一緒、いや私持ってますよ自前で、メイド服楽しかった。今日は、今日はっていうかいつも楽しいけど、今日は特に楽しかった。推し変しないのでって言ってますか。信じてるからね。はい、ってことで壇上読みたいと思います。なぜメイド服持ってんの。高校生の時に友達とハロウィンで来たので。間違えた。はい、13位がカステラかな。カステラですかこれ。12位がたこ焼き犬、11位がパン、メガネのパンダ、10位がパンダ9位がテニスボール、8位がメロンパイヌ、7位がマイメロディー、あカステラ、マイメロディー、6位がひよこの着ぐるみ、5位が緑のおしうちわ、4位が緑のお猿さん、3位がクロミちゃん、2位が猫耳の子、1位がパンダ。ありがとう、ありがとうね、今日も
いっぱい楽しかったです。ありがとう、こちらこそありがとう、来てくれて。また明日もしますね。明日も仕事頑張って、頑張って。明日もなんかちょっと可愛い服着ていこうかな。そうですそうです、歌配信明日明後日し明後日あたりにやります。じゃあね、仕事頑張ってね、明日も。バイバーイ、またな、おやすみ、おやすみなさい、バイバーイ、返信もしてね、ポストもしてね、バイバイ、おやすみ。うん、こんばんはって、また来て、おやすみー。